こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回は 6MAXMTT75BB の3ベッドハンドレンジ表を確認していきましょう。こちらのハンドレンジ表はポーカーチェイスの前半でも使うことができます。今回はあなたがボタンの席に座っています。その時のハンドレンジ表について見ていきましょう。アンダーザガン、ハイジャック、カットオフのどこかがレーズした時のボタンのハンドレンジ表になります。例えばアンダーザガンがレーズした時のボタンのハンドレンジ表は次のようになっています。スリーベッドハンドレンジ表と言いましたが、結構コールで参加する割合が高いです。ここのプレミアムハンド、エーシーズキングス、エースキングのスーテッドはまあ、リレイズで参加するんですけど、他は結構コールで参加するところが多いです。一方の例えば、あなたがハイジャックに座っています。アンダーザガンからレーズがあった時に、ハイジャックからどうするかとなると、かなりリレイズのハンドレンジ表となってます。コールで参加する割合っていうのはすごい少ないです。ボタンのハンドレンジ表でなぜコールが多いのかっていうのはおそらくなんですけど、ボタンってポジションが一番いいです。相手のアクションを見てからこちらがアクションすることができます。なので、あえてリレイズしてもうプリフロップで終わらせるんじゃなくて、まあ、コールしてフロップ以降、相手のアクションを見ながら攻撃できるっていう有利なので、コールでのハンドレンジが多いんじゃないかなと思います。ちなみに、プリフロップで、アンダーザガンからカットオフまでフォールドした時のボタンのハンドレンジ表とこちら比べてみましょう。こちらが、アンダーザガンからカットオフまでフォールドした時のボタンのハンドレンジ表です。かなり色々なハンドで参加できるのがわかります。もうジャック、デュースのスーテッドでも参加できるのはすごいよな。戻ってきました。全然違うよな。ここら辺全部参加できてたのに、他のポジションからレーズがあると、このように狭い範囲でしかゲームに参加することができません。具体的にハンドレンジ表を細かく見ていきましょう。ポケットペア、オフスーと、スーテッドの順番で見ていきます。ポケットペアなら、とりあえずなんか数字が揃ってたら、コールで参加はできます。で、強そうやなと思ったら、リレイズで参加も OK です。オフスート側は相変わらず狭い。参加ハンドめちゃくちゃ狭いです。ここのジャックラインあるんですけど、クイーンジャックはかなり厳しい。50% 以下の参加率になります。エース10、キング10も出ても 50% 以下の参加ハンドなんで、本当に、狭い範囲でのオフスートは参加です。一方、キングだったらオフスートがキングジャックぐらいまでしか参加できないのに、マークが揃ってるスーテッド側やったらキング5とかなり参加ハンドに違いがあるのがおもろいよな。マーク揃ってなかったらジャックまで、キングジャック。マーク揃ってたらキング5まで。やっぱしそれだけスーテッドっていうのは強いんだなっていうのがわかります。ここに8ラインがあります。つまり、クイーン8以上、ジャック8以上、10、8以上なら参加することができます。エースだったら、もうとりあえずマークが揃ってたら、すべてコールで参加。気分によって、ここら辺とか、レーズで参加する感じになってます。で、注目したいのが、この、ワンギャップスーテッドコネクタ。このワンギャップスーテッドコネクターが追加されてます。追加されてるってどういうことかというと、カットオフにあなたが座ってる時のアンダーザガンからレーズがあった時のハンドレンジ表なんですけど、カットオフにいれば、ワンギャップスーテッドコネクターは参加ハンドではありません。一方、これがボタンの位置に変わることで、このように参加ハンドが追加されてます。スーテッドコネクターの場合は5、4以上だと参加ハンドとなってます。さあ、ボタンにあなたが座ってて、アンダーザガンじゃなくて、ハイジャックからレーズがあった時のハンドレンジ表も見ていきましょう。これほとんど変わってないんよな。
ここら辺は全然ほぼ変わってないし、キング、スーテッド側のキングだと4が追加されたりとか、ここなぜか T7 が追加されたりとか、スーテッド側、じゃあオフスーテッド側だったら、ここら辺がしっかりと伸びて、もうクイーンジャックなら参加しようぜと。あと、キング10でも参加しようぜというふうに変わってます。で、さらに、カットオフが、からレーズがあった時のボタンのハンドレンジ表ももう見ていきましょう。ここもキング、さらに1段階広がってるようなイメージで、クイーン6スーテッドが3、追加されてます。なんでこれクイーン7じゃなくてクイーン6なんていうちょっと謎のところはあるんですけど。で、ここが面白いのが53のワンギャップスーテッドコネクターはちょっと参加率が減っています。これは俺の予想なんやけど、カットオフのオープンレンジで、このような53のワンギャップスーテッドコネクターでの参加が、ここが影響してるんじゃないんかなとは思うんですが、まあ自信はありません。で、続き見ていきましょう。こちら側は、オフスート側は AS9 が追加されてるのかな。で、この AS8 がちょびっとプラスになってます。カットオフからのレーズの場合は、ここに10ラインができてるのに注目したいです。まあ、10ラインができてるっていうことは、クイーン10、クイーン10、キング10以上、ジャック10以上でのゲームの参加となります。じゃあ今回クイズは、あなたはボタンに座っています。カットオフからレーズがあった時のクイズに答えていきましょう。全部で50問、考える時間は3秒となります。Let's start! カットオフから 2.5BB のレーズがありました。あなたのハンドは7号です。さあ、これどうしますかというようなクイズになります。54マークが揃ってないコネクターは、フォールドになるような。マークが揃っていれば、コールド。ジャック6、フォールド。キング3はダメ。おお、コールもいけんのか。だいたい凍るよな。レーズするのは少ないかな。ポジションが有利なので、コールで次のフロップでカットオフのね、様子を見て勝負をしていくというゲーム展開になります。まあ、無理にリレイズをして相手を下ろす必要がないんよな。ボタンのポジションっていうのが一番このノンリミットホールデムで勝率が高いということです。ボタンからの勝率が一番高くないというのであれば、もうそれは何て言うのかな。まあゲームのやり方がめちゃくちゃだったり、ハンド数が少ないということ。ジャックスは、レイズしちゃおうか。フロップで次戦うの嫌やもんな。もし、キングとか、エースとか、クイーンが出た時に、どう攻めていいんか悩むもんな。エース、ジャックどうしよう。コールクイーンズもこれは、レイズにしようかな、俺は。あ、100%だった。まあ、エース、ジャックはね、様子見ながら、フロップ以降で戦っていきます。
77は99もそこまで強くないし、コールで様子見していきましょう。さあ、50問終了しました。何問正解することができたでしょうか？ぜひコメント欄より教えてください。こちらが実際の結果です。皆さん、どうだったでしょうか？次回は、あなたはスモールグラインドのポジションに座っています。そして、どっかからレーズがあった時のプリフロップのハンドレンジ表について、一緒に勉強していきましょう。スモールブラインドっていうのもブラインド比を 0.5BB 払ってるから、ちょっと特殊なハンドレンジにはなるよね。